本当にまたあそこへ行くのですか？琥珀は不安でいっぱいです。仕方があるまい。冥界にあるという草薙の剣のかけらを手に入れなくては。それはそうなのですが、それを教えたのはあの黒生命。琥珀には何か匂います。奴がこの局面で私をわざわざ騙す理由が見つからない。それに黒生命は分かたれた安倍の生命の半身だ。ならば私がなくした記憶を持っている可能性も十分にあり得る。でもまさかまた冥界へ行くことになるだなんて。あ、揃っているな。遅くなった。いや、こちらも今しがた準備を終えたところだ。気にすることではない。そうか、ならば行くぞ。冥界への道を開けてくれ。はい、わかった。みんな、少し下がってくれ。ねえ。なんだ？暴れないでよ。そのくらいわかったら。ちっ、相変わらずだな。正気がまとわりついてくる。だからこそ長いは無用。早急に草薙の剣のかけらを探そう。思ったんだけど、何か当てはあるの？決まっている。というかエンマしかいない。ああ、やっぱりですか。エンマの目であれば探し物くらい容易いはずだ。この冥界においては余計にな。私の術式よりもよっぽど確実だ。とにかくエンマのところに行かないといけないのね。そうなのだが、こちらから出向くこともないさ。というと？使いを出すからに決まっている。ハンガン様、待っていたぞ青年。ほう、待っていたか。何かあったのだな。だいたい察しがつくのではないか。まさかオロチの影響が冥界にまで広がっているのか。ああ、それだけではない。冥界の住人にもオロチに見入られたものが出たのだ。奴は蛇のように陰険で執念深い。心の闇にスルリと入ってくる。オロチなどという邪神に見入られるなど情けない話だが。それほどまでにヤマタのオロチは危険な存在ということだな。ああ、あれは神よより存在する邪神だ。我々では手が出せぬ。それで？エンマ様はお前たちが探しているものの持ち主を知っているとのことだ。なるほど、そういうことか。どういうことですか？つまりその持ち主の居場所を教える代わりに手を貸せということね。そういうことだ。さっきから察するに冥界の住人じゃなさそうだな。オロチの手のものか。話をしに来たようじゃないね。そのようだな。冥界にも冥界の秩序がある。それを乱す者にはこの判断容赦はできぬぞ。では行くぞ。払いたまえ、清めたまえ、救急如立。やっと終わりましたね。ハンガン、エンマ大王の元へとは急いだ方が良さそうだ。わかっている。ならばしっかりついてこい。ここは冥界だ。はぐれるとどうなるかわからんぞ。なんとかたどり着きましたね。オロチの配下があちこちにうようよいるなんてね。そうだな、思ったよりも事態は切迫しているらしい。少し待っていろ。エンマ様をお呼びしてくる。
なんだ、何か気がついたか。冥界の方がオロチの影響が強い気がするんだけど。ふん、そのことか。心当たりがあるの？おそらくだが、オロチは人や鬼の魂に働きかける力を持っているのだろう。人の魂に？ああ、ならば魂だけの存在となった冥界の人間にも影響は及ぶはずだ。もしかすると妖怪都以上にな。そう、魂を支配されるなんてゾッとする。待たせたな。わざわざご苦労であった。お主たちが来るのを待っておったぞ。阿部の生命。待っていたですか。すべてお見通しというわけですね。無論だ。わらわは冥界の支配者、エンマであるぞ。そうでしたね、エンマ様。それで、どういったご用件でしょう。そうさな、悠長にしている時間もない。手短に言おう。お前たちにはとある鬼を沈めてもらいたいのじゃ。とある鬼？こちらでやってもよいのだがの、いかんせん戦うべき者の数が多すぎる。今の冥界の戦力を考えれば、あまりあちこちに分散させるわけにはいかぬゆえ。あやつは訳ありでな。だからこそお主たちに頼みたい。なんとかしてみせよ。訳ありですか。ごたくはいい。さっさとその鬼の居場所を教えてもらおうか。ほう。そこの人間、貴様、閻魔大王様であるぞ。良いのだ。話の早いやつは嫌いではない。寛大なエンマ様に感謝するんだな。それでエンマ様。ああ、サンズの川の上流だ。普段の鬼はそこにおる。アンアン、お主が案内してやれ。できるだけの便宜を図ってやるように。はあ、仰せのままに。そんなにムスッとするな。不満が顔に出ておるぞ。そんなことは決して。わかっておる。こやつらの案内として使われるのが不満なのであろう。すべてお見通しだ。ならば使命を無事に果たしたら、お主の望む褒美をやろう。二言はない。望むものだ。わかりました。おい、お前たち早くついてこい。こいつ何なんだ、急にやる気になりやがって。早く追いかけないと見失っちゃいそうですよ。急ごう、生命。待て、生命。何でしょう。この先、仮に草薙の剣のかけらを手に入れたとして、お前にはオロチとの戦いに勝算があるのか。毛筋ほどですが、確かにあると考えております。それは分の悪い賭けではないか。そのわずかな可能性、見事手繰り寄せてみせましょう。そうか、つまらぬことを聞いたな。ヤマタノオロチは神よより存在する邪神だ。ずっと陰界と妖怪の間に封印されておった。その封印が今解かれようとしている。魂に罪が刻まれた者の手によってな。そう、全ては定めなのかもしれぬ。あれの封印が解かれることすらも、そこにはわらわにすら見通せぬ断りが介在しておるのだろう。エンマ様にも見えないですか。ああ、だからこそまだ結末は見えておらぬのだ。
最後まであがいてみせい。ムーンを祈るぞ、阿部の生命。ありがたきお言葉、受けたまわりました、エンマ様。スサビ様、あなた様にはすべてお見通しなのですか。望むままの褒美か。ここはやはり、いやいや、決してそんなフラッチなことは。お許しください、エンマ様。ああ、こんなことを考えてしまった罰として、この身をまた地獄に投じなければ。なんかニヤニヤしてるよ、あの人。琥珀は触れない方がいいかと思います。また出やがったな。おい、セメ、どうやらこいつらを倒さないとこの先へは進めなさそうだ。もうすぐついてこい。ずいぶん歩きましたね。目的地はまだなんでしょうか。セメ様、どうかした？この辺りには敵の気配はないけれど。それが妙だということだ。冥界が混乱するほどにオロチに支配された者が多いはずだ。しかしどうだ、この辺りはやけに静かと来た。我々が襲われたところよりも随分上流に来たとは言えな。あ、そうか、不自然ですね、それは。ハンガン、まだ上を目指すのか。いや、もうすぐだ。うん。上流と下流での正気の濃さに違いなんかはあるのか。いや、ない。あくまでも川は川、単純に人の世と冥界との境界線として存在しているだけだ。そうなれば考えられることは二つ。たまたま辺りにオロチのしもべがいないというだけなのか。もしくはエンマの言っていた訳ありの鬼がオロチのしもべを始末したかだ。え、琥珀たちが沈める鬼はオロチのしもべではないのですか。確かにエンマは一言もそんなことは言ってなかったね。あの、ハンガン様、この先には一体の人形が眠っていた。人形ですか。ずっと昔にある男と共に埋葬された人形だ。意志を持ったその人形は兄と呼ぶ男を冥界から救い出そうとして暴れ回った。だから取り押さえてこの先に封印したのだが。暴れた？人形なのに？何か特別な力を施された人形らしい。それ以上はエンマ様も語ってはくださらなかった。まあいいだろう、人形だろうとなんだろうとやることは変わらねえからな。そうだな。ん？何か近づいてくる。そこか。姿を現せ。術式で場所は割れている。ふん、便利な術だ。何よりも強い力を感じる。兄さん、また来たわ。私たちの邪魔をしようとする人たちが。ふふふ、無駄なのに。私と兄さんを引き離そうとしても、うん、何ですか、兄さんって。あれは人形じゃないですか。ふふふふ、兄さん、兄さん。あの女の人の胸からカチッカチッって音が聞こえる。あの子も人形みたいね。チッ、人形が操る人形ってわけか。薄気味悪い奴らだぜ。
ふふふ、兄さん、ふふふ、兄さん、ずっと一緒だからね。我々は閻魔大王の命にてお前を沈めに来た。一応問うが、神妙にするつもりはないか。神妙に？ということは戦うのね。いいわ、私たちはもともとそのつもりだから。だって分かったの、戦っていると私と兄さんは一つになれるもの。そうよね、兄さん。そうよね、兄さんももっと踊りたいものね。話が通じてそうで通じてないね、これは。仕方があるまい、さっさと黙らせてしまおう。あ、兄さん、どうして動かないの？兄さん、動くも何も。その人形はずっとあなたが操っていたじゃないですか。そっちの人形からは全く魂を感じない、ただの気持ち。そんなことない、兄さんはいつも私と一緒だもの。私が話しかけたらちゃんと答えてくれるもの。どうする、生命、とどめを刺しちまうか？どうしたの、生命？エンマは言っていた、鬼を沈めてみせよとな。確かに、早く退治しちゃいましょう。ハンガン、一ついいか？言ってみろ、生命。エンマ様からできるだけ便宜を図るように言われている。ならば黒無常と白無常を呼んでほしい。あの鬼は人形を兄さんと呼んでいたようだけど、それほど思い入れの強い家族のようなものだったのかしら。さてな、人だろうが鬼だろうが、心の中身は自身にしかわからんさ。そうね。思うところでもあるのか？そう、少し気になったの。記憶を失う前は私にもそう思える人たちがいたのかなって。いただろうさ。うん。兄さんか。何か言ったか？いや、何でもない。そうか、ならいいのだが。お久しぶりです、生命殿。あなたに呼ばれた時は何事かと思いましたが。大丈夫か？妖怪は大変なことになっちまってるみたいだが。ああ、冥界もその影響を受けているようだが。何、冥界にはエンマ様がいますからね。しばらくは大丈夫でしょう。そちらはそちらでなすべきことをしろ。俺たちでよかったらいつでも力を貸すからな。助かる。それでお前たちに頼んだことなのだが。おう、任せとけって。しっかりと見つけてきたぜ。あ、兄さん、動いて。兄さん、兄さん。ずっと人形を揺すってるよ、あの子。白無常、黒無常、頼む。はい、生命殿。こちらがその魂です。エンマ様の裁きで地獄に落ちたみたいでな、引っ張り上げるのに手間がかかったぜ。地獄に？いいの？この者は人を殺めたため地獄に落ちた。だがエンマ様の名において特別に恩赦を与えよう。もっとも苦しみから逃れるためすっかり心を閉ざしているようだがな。カグラ、頼めるか？うん、
やってみる。生命、あなたはどうしたい？うん、そう。おい、カグラ。黙って聞いてください。ヒロマサ様、カグラ様には魂と話せる不思議な力があるのです。そうなら、そうして。きっと話すことはできないけど、あなたがそれで幸せなら。うん。あ、兄さん、よかった、戻ってきたのね、兄さん。うん、わかった。兄さんがそう言うなら暴れるのはもうやめるね。本当か？また暴れ出すんじゃないのか？私たちはここで眠るわ。だからこれをあげる。もう私と兄さんには必要ないから。ふわっ、あわわ、胸が開いて。兄さんがお礼にあげなさいって。私の中にずっとあったこの機械仕掛けの心臓。不思議な力を感じるからくりだ。これはまさか。あんなところにかけらが隠されていたとはな。いくら人の世を探しても見つからなかったということか。でもだからこそ長い間誰にも見つからずに済んだのかもしれない。最初から全てお見通しだったというわけですね、エンマ様。わらわは全てを見通すエンマ大王だからな。だったら最初から教えてくれればよかったのに。何か申したか？何でもありません。無理やり奪おうとしても、あの者は決して心を開かなかったであろう。それに運命とは、自らの力で手繰り寄せてこそ意味があるというものだ。エンマ様の寛大なご処置に感謝いたします。うい奴だな、阿部の生命は。冥界もいつまでも持つわけではない。オロチが真によみがえれば共に滅びよう。それまでに必ず彼の邪神を討伐してみせい。いいか、それがお主の魂の罪を必ず払うであろう。最善を尽くします。決して蛇に惑わされぬようにな。わらわはお主を信じておるぞ。草薙の剣のかけらは手に入れた。これが必ず都を救う手がかりになるはずだ。